聖ワニ類は、原生のワニを含む、前期白亜紀に出現した現代型ワニュ中和メ、新ワニ類の系統群。ワニ目よりも、包括的な分類群であり、ハイライオチャンプサなどワニメよりも、基盤的な爬虫類も属する。ローレンシア大陸を中心に出現し、後期白亜紀には、ゴンドワナ大陸にも分布を広げた。後期白亜紀にはワニ目が出現したが、その起源となった地域について、 結着はついていない。ゴニオフォリスの模型。聖和二類に酷似するが、背中の臨盤骨は巨大で、二列しか存在しない。聖和二類が出現する以前の段階で神話二類の中には、反水性適応を果たしたグループが登場していた。ゴニオフォリスやベルニサルティアといった族が、その代表で、彼らは、扁平な体つきをし、獅子も、 祖先の基盤的にセワニ類と違って速報へ伸びていた。彼らはセワニ類に非常に近い系統の動物であったが、体の特徴には相違点もある。一つ大きな違いは、脊椎の椎体の形状とそれに関連する背中を、オーグリンバンコ骨の列数、もう一つは内鼻孔の位置である。セワニ類以前の和に形アメの椎体は、前後の面がくぼんだ両大椎骨をなしていて、 その関節は安定性を欠いていた。一方で聖和二類の椎体は、後面が半球状に膨らんでいて、前をつ追体をなす。後面が、後ろの椎骨のくぼんだ前面にはめ込まれるため、関節が安定し、陸上や水中での運動に適した体幹が、獲得されたのである。また、基盤的はに形を雨に見られる、日本家屋の瓦のように重なり合った背中の臨番骨は、 鎧のように防御に役立っただけでなく、関節を補って体を支える役割も担っていた。関節の安定性が低い基盤的ワニカタチウアメでは、臨盤骨が大きく、特に横方向へのうねりといった動作の妨げとなっていた。関節の安定性が高まった、聖ワニ類においては、臨盤骨は重なりをなくして小型化することができ、動作の制限も軽減されている。 リン,バンコ骨の列数は、ゴニオフォリスで2列、ベルニサルティアで4列、セイワニ類で6列と、進化するにつれて、ン,ンコ骨が小型化したことがわかる。内鼻孔は、外鼻孔から侵入した空気を軌道へ送るための、口腔内の穴である。プロトスクスのような基盤的ワニカタチウアメでは、内鼻孔が分部の前方に位置していたため、呼吸が可能であったのは口を閉じていてかつ獲物などを、 高校内に加えていない時のみであった。ゴニオフォリスの段階では内尾校は高校の奥へ移動し、ベルニサルティアでは口外骨と浴場骨の境界まで交代しており、水中で開口していても獲物を加えていても呼吸が可能となっていた。聖和二類の内尾校は浴場骨の内部に位置し、より交代が進んでいる。2006年に オーストラリアから記載された白亜紀半ばのイシスフォルディアは、記載当初に最初期のイ和二類として扱われ、2020年にもイ和二類に分類することを前提とした論文が発表されている。ただしイシスフォルディアの系統的位置には異論もあり、確かに頭骨や椎骨に原聖ワ二と共通する特徴があるものの、ゴニオフォリスよりも、 基盤的な属であると2015年に指摘されている。2019年のイシスフォルディア属の新種の記載論文では、派生的神ワニ類と聖ワニ類の間の過渡的な特徴が見られる、とも指摘されている。小林海次は著書、ワニと恐竜の共存において、ハイラエオチャンプサを最初期の聖ワニ類の祖先と位置づけている。北米とヨーロッパのゴニオフォリスやベルギーのベルニサルティア、 に続いて紹介された、イギリスの前期白亜紀のハイライオチャンプサの子孫が、水辺における支配的な日地を占めたと、小林は主張している。前期白亜紀に出現した、清和二類から後期白亜紀のうちに、ワニメが出現した。ワニメの起源がどこにあったかについては、ローラシア大陸起源説とゴンドワナ大陸起源説がある。2億年前のローラシア大陸とゴンドワナ大陸。 聖和二類が出現するよりも以前の世界地図である。ローレンシア大陸起源説の根拠としては、ワニメの三大系統群である、インドガビアル城下、アリゲーター城下、クロコダイル城下がすべてローラシア大陸から発見されていて、後期白亜紀のカンパニアン紀において存在が確認されていることが挙げられる。また、聖和二類のアロダポスクスとハイライオチャンプサ、 聖和二類ではないものの禁煙なゴニオフォリスカがローラシア大陸化産出していることもこの仮説を後押ししている。一方でゴンドワナ大陸からもイシスフォルディアの他にアエジプトスクスやドリコチャンプサが発見されており別系統のワニカタチウアメであるノトスクス類と共存していたと考えられている。こうした化石証拠がゴンドワナ大陸起源説の根拠とされる。なお 後期白秋の前半と後半で、ワニ型条目におけるワニメの属種数の比率を調査した研究がある。この研究では、アジア、南米、アフリカでの比率が白秋全体を通して15%未満であった一方、北米、ヨーロッパでは6%から50%超へ増大しているという結果が得られている。 小林海次は、アニメの多様化が起きていたローラシア大陸が起源である、可能性が高いと考察している。ホリデーガードナー2012によるクラドグラム。プエトラス、コニュードクルザード・キャバレロ2011によるクラドグラム。なお、2003年に発表された DNA シークエンシングを用いた分子系統解析で、クロコダイル浄化とインドガビアル浄化が、 アリゲーター上下よりも互いに禁煙であることが判明しており、ブレビロストレス類は同研究で否定されている。詳細は、ブレビロストレス類を参照。ありがとうございます。